ファーストテイクっていう形でちょっと歌わせてもらうのは初めてなんですけど、なんでしょう、この完全な白い世界で歌うっていうのがなんかすごく、なんでしょう、経験したことのない緊張みたいな初めての感覚ですね。でもなんかすごい綺麗な気持ちで歌える気はしますね。まずこの曲が生まれたというか、自分の経験とかそういうものを含めて降りてきたからこの曲ができた。あ、違う、これ人の曲や。俺の曲違うわ。よく見たら俺歌なんか作ったことないわ。あ、すいません、普通にめっちゃ気に入った曲なんで歌うだけです。すいません、なんかちょっと入り込んでおかしくなってしまいました。じゃあ、いきますか。お願いします。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ、本当にありがとう。情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水をやる君の足元に小さな虹ね。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固くつな家族や友達のこと、こんな僕のこと、いつも大事に笑うから泣けてくるんだよ。何にもなかった空にポツンと輝いていた、ありがとうに変わる言葉ずっと探していたんだ。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように、固くつな ここからが
こしチャンネルの面白いとこ。なんだ、だいぶ集まってきてるよ。ここ僕はね、胸が熱い。中田敦彦がゲストの魅力を徹底プレゼン。宮迫博之が忖度なしのギリギリ質問。普段は話せない本音を手越優也が語り尽くす。アイドル人生としての半年一年ってめちゃめちゃ大事なんですよね。いつ回復するかわからないウイルスを待ってる暇は僕にはないと。力さん言うんですよ。手越さん今のままだと雑魚ですよ。これ俺震えましたね。震えましたね。 YouTube 面白い、奥深いなと思いましたね。アメトークも行列も宮迫さんがいた方が 100% 面白いのに戻さない意味が俺はわからない。じゃあ手越くん、あの一緒に各所回ってくれへんから。芸能界の歴史上最も今熱い交差点ですよ、ここ。そうですね。すごい。熱いなぁ。明日夜7時。